インターメディアテックはご存知の通り、鳥の剥製標本、そして関連標本、そして、まあ、図譜を主とする絵もたくさん収蔵しているので、その共演をどう演出するかというのが最初から主なテーマでした。ジュエリーはまあ一言で言えば小さい彫刻のようなものですけれど、目まぐるしいほどきらびやかで輝いていて、一個一個の存在感が大きい。展示物は、鳥をテーマにしたジュエリー、主にブローチ、しかしピンもクリップもありますが、96点含まれていて、それに対して約50羽の、鳥の剥製標本、そして数十点に及ぶ図譜があります。かつてあったあの博物館の原型みたいなあのブンダーカンマーというのが、脅威の部屋というのがありますけれど、分野がまだ未分化だった時代、何でもありの館の名残を残してますから、これは芸術分野、これはサイエンスとかっていうスパッと切り分けることをしないっていうのが目的なので、そういう意味でも2つを合わせて展示できるっていうのは、インターメディアテックには非常に向いた企画だと思いましたので、なぜ鳥は綺麗なのか、鳥の存在というものが人間にどう認知されて、どの部分がピックアップされて、ジュエリーのデザインみたいな、あるいは何かの象徴っていうところに落とし込まれていくのか、まあ、その辺が企画の方針になってます。普段からその博物画みたいなものは扱ってるんですけれど、やはり大学の博物館って宝石ないんですよ。デザインされた作品という形ではまず大学にはないでしょうし、それをたくさん提供していただけると、その結果、デザインされた結果がこうなっていったんだっていうのがすごくよく見えますし、そういったものが広範なコレクションを持っているところと組むことができたので、非常にこの幅の広い作品が今回展示できましたから。まず展覧会会場に入ると夜のセクションがあります。左側はフクロウの前像を捉えたペンダントで、右側にはフクロウの頭を大きく彫刻した作品です。フクロウはさまざまな事象を告げる、予告する象徴的存在として、その目が非常に重要なわけですけれど、それを見事に捉えた作品に見えます。朝の鳥のセクションには鶏、そしてクジャクが多く展示されていますけれど、ジュエリーを見ると、クジャクのショーケースが興味深いです。その右側にはギュスターヴ・ボーグランによる、1860年代のクジャクのブローチが非常にインパクトの強い印象的な存在ですけれど、その左側に後年の作品がいくつか並びます。ファンタジーの鳥のジュエリーに関しては、さまざまな技術、技法をそこに導入したことに感心します。その中でも一番有名なのがエンジェルヘア、天使の髪という技法で、細かく編んだパートをその中央の石につけて加えて、やはりそこも鳥の繊細な羽や動的な部分、動いている鳥の姿を表現する手法ですけれど、The exhibition Birds in Paradise was presented first in Paris at the School of Jewelry Arts in 2019. And we felt it would be a great honor for us to continue this exhibition in the context of Japan, and in particular at the Intermediatek of Tokyo, where there is a fabulous collection of birds from ornithology collections.人間にそれだけ発想を与えているいろんな鳥が多分いるんですよね。その鳥のどっかの部分だったり、きらびやかな部分とかですね、この鳥の派手な部分とかっていうのがいろんなイメージを与えているわけで、確かに人間のデザインというのはものすごいバラエティがあって、一方でその何十億年かかけて進化してきた生物のバラエティというものも決してそれに負けないっていうのは、そこは見ていただきたいかもしれませんね。ジュエリーにおいて最も表現されている、最も多くテーマになっている動物が鳥だと聞いたときに、なるほどと思いました。剥製とジュエリーとの一対一の関係性を示されるのではなく、来館者がより自由に関係性を探りながらジュエリーと剥製を合わせて見ていく、そういう体験を演出しました。
We wish the exhibition Birds in Paradise to convey a sense of beauty, beauty of nature, of its wonderful creations of birds, as well as beauty of man-made creations through the works of jewelry. It also expresses the importance of conservation, conservation of the natural world, as well as conservation of craftsmanship. And we wish that the audience who visits the exhibition wants to learn more about nature and about jewelry.